一番下にしちゃった。これいいと思うよ。しそ、ちょっとヘルシーになった気分になれない、ちょっとこうジャンクフードでもなんか
思想を挟むことによってちょっと健康志向で許してって感じだね、うんうん、ね、これはいいよ。どういいね、いい、うん、あ、ほんとシソの香りが合う、合う合う合う、よかった、うん、ちょっとした思いつき、これはいいね、だってハーブだもんね。そう、うん、なんか肉の臭みをなんか消してくれる感じでね、うん、とケーキも久々だからもうサラダにあなたは何もかける必要ないと思って、え、マヨネーズ禁止っていうこと自分で決めて。この間すごいマヨネーズかけてたね。誰が？あなた。うん、うん、美味しい、ホットケーキも久々、うん、でこっちとこっちってどう違うの？今食べたのエッグが入ってる、こっちはエッグが入ってない、あ、うん、それだけの違いか、うん、どうする、こっちでいい、後で食べてみたい、こっちでいい、はい、どうぞ、いい、一口、うん、いただきます。うん、合うでしょ、シソ合う、合うでしょ、うん、シソ、うん、うん、わーっと、うん、いっぱい食べちゃった、あ、いいよいいよ、もう食べていい、うん、ありがとう、ホットケーキもらうから、はい、やってた、フォークがしてる、はい、いやいや、あのついでにそのシロップもかけたよ、さっき、もう一回かけた、ね、はい、はい、どうぞ、教えてあげたい、ただやっぱシソっていうのも好き嫌いあるんだろうね、この香りがね、うん、人によってはだからシソ入りはプラス10円とかねそれもいいよね、うん、やっぱりマヨネーズかけるか、マヨネーズ食う、うん、え、そうだね、ありがとう、うん、なんか朝からパンケーキって、うん、ハワイみたい、うん、
これ5本入りだったと思うんだけど、3本しかないかな。いや、3本入りだったのかな。3本入りだった、うん、じゃ変わったんだね、最近。うん、花と団子だよね。花より団子。あ、花より団子。じゃあおやつタイムにしますか。はい。いいですね、いいですね。はい、じゃあいただきます。大そべでしょう。うん、おいしい。おいしいね。うん、この人気なんだよね。人気。5個入りで330円か、そんな。うん、5個入りって言っちゃったやっぱり5本入りだったんでしょう。お、3本しかなかったよ。お、ネズミが出た。出たんです。